はい、お疲れ様でございます。12月の4日から8日まで、8日までは49週目になります。では49週目の材料をとりあえず予習しておきましょう。月曜日なんですけども、マネタリーベースが出ます。ここまではずっと円安で舵を切っていたんですけども、どうも円高に向かうそうだなっていうところで、月曜日は見ていかなくてはいけません。それを受けてこのマネタリーベースの発表も、もしかしたら若干の変化があるかもしれないですよね。ということで、8時50分から発表があるマネタリーベース、いつもとはちょっと違います。いつもはね、ちょっと軽く見ておきましょうということで通り過ぎるんですけども、これ9時の動きを注目していく必要があると思います。その後月曜日は特にありませんね。はい、そのままテクニカルを見ていけるように1日月曜日は観察していきましょう。で、できる場合はね、トレードをもうしていってもいいと思います。で、火曜日の生鮮食品の CPI ですけども、こちらの方も、米金利と相対的に関わりがあるかっていうと、ちょっと関わりは遠いと思いますけども、まあ一応ね、トレードは9時以降ってことにした方がいいと思います。火曜日もテクニカルの形で追っかけていけるかなっていうところですね。で、オーストラリアちょっとね、12時半に大きな動きがあるかもしれません。やっぱり米の金利に合わせて中央銀行の政策金利も多少の変化があるかもしれないからですね。ただまあ基本的には気にせずに行きましょう。それからずっと24時の ISM まではテクニカル通りに行きます。ということでね、月火はテクニカルな塊になると思います。24時にこちらの ISM の発表があって、大きくまた市場が変わるかもしれませんので、水曜日からは別展開を見ていきます。通常は月と金っていうグループと火水木の一塊って見るんですけども、最近はね、月火が一塊と水木金がもう一塊って形で見ることが多いです。これもね、この時期の特徴ですね。材料によって、火曜日と水曜日が分断されることが結構あるわけですよ。で、水曜日なんですけども、米日の材料は特に出てませんね。で、ADP の雇用統計、これはちょっとね、大きな発表になると思いますので、水曜日は水曜日単体でテクニカルを見ていきましょう。はい、そして、木曜日ですけども、特に何もないですね。木曜日は水曜日の継続ではないんですけども、水曜日の ADP の発表があった後に調整された相場で朝から仕掛けていっていいと思います。木曜日ね。はい。で、金曜日になりますと、日本からは GDP の改定値が出ますんで、金曜日は、1週間のうちに最も難易度が高い日になります。朝から荒れますね。そして、深夜にも以上のような発表がありますので、またね、金曜日はうようよと動くんじゃないかなと思います。ということで、月から木はね、取れると思いますんで、しっかりと取っていきましょう。金曜日は多少難易度が上がりますけども、48週とか47週目ほど難しくありませんので、トライできる方はトライしていこうっていうところですね。はい、材料は以上です。